プレパパママクラス。こんにちは、保健師の田原です。今回は妊婦の体の変化についてお話しします。主なお話の内容はこちらです。赤ちゃんとお母さんをつなぐ胎盤。皆さんは妊娠何週ですか？こちらのように母子手帳をもらった頃は約 4g だった赤ちゃんの体重がお母さんのお腹の中ですくすく育ち、正規さんの37週頃には約 2500g となります。とっても大きくなりますね。赤ちゃんが成長するためには胎盤がとても重要です。胎盤は赤ちゃんとお母さんをつなぎ、酸素や栄養をお母さんから赤ちゃんに届け、赤ちゃんのいらなくなった二酸化炭素などをお母さんに届けるという重要な役割をしています。この胎盤は実は血管が集まってできているものなんです。血管を守ることが胎盤を守ることにつながり、赤ちゃんを守ることにもつながります。ではこの胎盤を守るために大事なことは何でしょうか？まず大切なことはお母さんの体重管理です。妊娠してからなんだか無性にお腹が空きやすくなったと感じることはありませんか？妊娠中は体重が増えやすい。本来人は糖と脂肪をエネルギーにします。しかし妊娠することでお腹の赤ちゃんが糖をエネルギーとして使うため、お母さんの体からは赤ちゃんに優先的に糖が送られ、お母さんの体は糖の代わりに脂肪をエネルギーとして使うようになります。これによってお母さんの体は脂肪を蓄えようと変化し、体重が増えやすくなります。座りが収まった方はお腹が空きやすいと感じることはありませんか？それは赤ちゃんに糖を送ろうとお母さんの体が変化している証拠です。ではお腹が空く欲求に任せて食事を取り続けるとどうなるでしょう？体重が増えすぎてしまう可能性があります。お母さんの体重が増えすぎると、妊娠中は体重が増えることで妊娠前よりも血液量が 1.5 倍に増えますが、これはもちろん赤ちゃんに効率よく栄養を届けるための変化です。しかしお母さんの体重が増えすぎるとさらに血液量が増え、血管の内側への負担がもっと大きくなります。つまり血圧が高くなり、お母さんの血管が傷つきます。それは血管の集まりである大事な胎盤を傷つけることになり、赤ちゃんにうまく酸素や栄養を送ることができません。すると赤ちゃんが小さく生まれたり早く生まれたりする原因になります。またお母さんの血圧や血糖値が高くなり、妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病になることがあります。出産の時にはお母さんの出血が多くなってしまったり、赤ちゃんが呼吸困難を起こしたりする可能性もあります。体重が増えていないと、反対に食事量が足りていなくて体重が増えていないと、お母さんと赤ちゃんに必要な栄養が不足し、貧血を起こしたり、出産後お母さんの体力がなかなか戻らなくなったり、母乳が出なくなったりする原因になります。産後の体型を心配して
食事量を少なくすることは決してしてはいけません。赤ちゃんが健康に育ち生まれてくれるために、自分に合ったバランスのいい食事をすることが大切です。具体的な食事量などは栄養士の動画でご紹介しますので、ぜひそちらもご覧になってくださいね。標準的な体重の増え方。妊娠中は体重変化に気をつけることが胎盤と赤ちゃんを守ることにつながります。標準的な体重の増え方はこのような感じです。初期はつわりの影響で体重があまり増えませんが、中期頃はつわりが収まることで体重増加がピークになります。体重の増え方を確認し、しっかり自己管理しましょう。野々市市では母子手帳発行の時に皆さんに体型別の体重増加のグラフをお渡ししています。こちらです。グラフはつけていますか？体重の管理はお母さんだけでなく赤ちゃんを守るためにもとても大事なことです。ラインに沿って増えているか確認してみてください。また皆さんに配布しているこの母子保健のしおりを使って妊婦健診は必ず受けましょう。妊婦とストレス、もう一つ気をつけてほしい大切なことがあります。それはストレスです。赤ちゃんが成長するためには胎盤内にお母さんの血液が十分満たされていることが大事ですが、ストレスを抱え込みすぎると血管がぎゅっと縮み込み、赤ちゃんへ酸素や栄養が届きにくくなってしまいます。またお母さんの血圧も高くなってしまいます。妊娠中はぜひリラックスして過ごしたいですね。サイン、眠い、あくびが出やすい、疲れる、だるいと感じやすくなっていませんか？これらのサインは赤ちゃんがお母さん休んでねと言っているサインです。ストレスをためないためにも、これらのサインがあるときはなるべく横になって休むようにしましょう。お母さんが休むためには家族の協力が必要不可欠です。赤ちゃんのためにお母さんがリラックスできる方法は何なのか、ご夫婦ご家族で話し合ってみてください。出産後の赤ちゃんのいる生活に備えるためにも、妊娠中から家事を協力してやるのもいいと思います。今日のまとめです。妊婦健診を必ず受けて、ラインに沿った体重の伸びがあるか確認しましょう。ストレスを感じたときは無理せず休みましょう。以上、保健師からのお話でした。妊娠中の健康・食事に関するお問い合わせはお住まいの地域の保健センターまで。野々市にお住まいの方はこちらです。わからないことがあれば連絡してくださいね。ではさようなら。